ロードトゥ生き様、人生のアウトロー。人生の楽しみの一つは想像することである。生き様クリエイターのタカです。マンちゃんです。よろしくお願いします。クエスノーチェス、トリゴヤトリー。さあ、ということで始まりました、ロードトゥ生き様、人生のアウトロー。さあ、この番組はですね、さまざまな生き方を教える人にフォーカスを当てて、いろんな角度から人生を紐解いていくような番組となっております。第1週目が自分攻略法、第2週目が独立企業のトラップです。第3週目、本日ですね、本日は恋愛パートナーシップ攻略法、そして第4週目がしくじり列伝となっております。さあ、ということでですね、毎回ちょっとご案内しているんですけども、コロナ対策をちゃんと担当しておりましてですね、我々は力を奪いとかしっかりちゃんとやりながら、こちらのトレイルプレッシュというものを使ってオゾンが出るんですけども、しっかり除菌したりとか担当しておりますので、ご安心いただければと思います。で、緊急事態宣言もなんか明日とかできるので、ちょっとそういうところもちょっと前からやっていこうかなというところでございます。さあ、ということで、まあ、今日は恋愛パートナーシップの攻略法というところでやっていきたいんですけども、いや、なんかちょっとちょうど、まあ、バンさんとはさっきもねちょっと話したんですけど、ちょうど昨日ですね、ちょっと結婚相談所に行って、ちょっと結婚された方の話をちょっと聞く機会、30後半の女性の方の話があってですね、この相談所は闇だと。なんか僕は全然知らないので、なんかどういう感じなのかって聞いたら、いや、結婚相談所合わせてはくれるらしいんですけど、なんかこう、なんかとりあえずなんか手当たり次第なんか全然、この人みたいな人とかってしか出てこない中 で、でなんかもう十何人とか17、18人ぐらいあって、その中でこうたまたまいい人がいて、で結婚できたって言ったんですけど、そこもなんかサポートしてくれるわけじゃなくて、なんかこう自分でなんとかこう頑張りましょうみたいな感じで、でも高いお金も払ってみたいな話で、だから僕のイメージはなんか結構こう指導してくれるのかなとかだったんですけど、指導もなんかそんなのかみたいな感じだったんで、いや、なんかそういうのをできるのが少ないから、こうリピートが増えていっぱいお金が回ってる、名前のね、こう闇じゃないですけど、そういう感じもあんのかなって思ったんですけど、恋愛業界ってなんか どういう感じなんですかね、なんかそういう婚活とか、ね、そこの相談所のね、やり方にもよるんで、一概にね、まあ、こうだとは やり方がねみんな違うんで、あれですけど、まあね、まあ、どれぐらい本当に恋愛経験のある人がやってるのかっていうね、なるほど、あとどれぐらい本当に深く研究した人が指導してるのかっていうところはちょっと何とも言えないですよね。深く研究を恋愛ね、ちゃんと、勉強してるだけだと実践がやっぱ足りてないんで、いざという時の的確な一撃で何かを変えられるようなそういうアドバイスができないんですよ、やっぱ。なるほど、もう学問の世界はもう限界があるんだよね。あ、そうですよね、やっぱりそういうところのやっぱり本当に経験値が高い人かどうか、そういうところが結構重要になってくるんじゃないかなとは思うんですよね。経験値やっぱ大事ですよね、なんかこう何も経験したことない人から、ね、教わったりとか、まあ、経験はしてるんでしょうけどね、ちょっとこう、なんか経験しててもなんか、ね、こうちゃんとしたこうエビデンスとかから伝えられないと、なんで、なんなのみたいな感じになっちゃうでしょうし、やっぱり両軸大事なのかなっていうのは、やっぱ多くの人をアドバイスしてきた人、その悩みの解決をしてきた人の方がやっぱりより的確なやっぱり解決法とかアドバイスをやっぱもらうことができるね。なるほど、だから女性のことと男性のこと両方やっぱり深く分かってる人の方が圧倒的に問題の解決はしやすいですよね。そうですよね、なんかこう、ね、大きい会社とかだったら このマニュアル通りに話しなさいって言われてね、こう話しててもね解決できないですよね、やっぱね。いや、そこら辺はなんかすごくこう、なんか闇だなというふうにちょっとなんか感じたので、どんな感じなのかなと思ってちょっと今日気になってちょっと聞いてみましたと。はい、ということで、まあ今日はね恋愛パートナーシップの攻略法というので、まあ今日もね質問が結構具体的な質問が来てたりとか、あとはまあこうね、まあ、毎度、まあ、僕の周りでは結構こうこの義務じゃない生き様教育コーナーがもう大反響でですね、なのでまあ今日のもまたね恋愛パートナーシップで
まあ、学校じゃ学べないですからね、なのでね、そういうところをちょっとこう今日はねまた聞いていきたいなと思っております。ではじゃあ最初のコーナーにまた行きたいなと思います。義務じゃない生き様教育コーナー。さあということでね、こちらはシリーズテーマに基づいてお役立ち情報と道徳を学ぶというコーナーでございます。さあということで今日は恋愛パートナーシップの攻略法でなんですが、まあ、どういうテーマで今日は行きましょうか。今日は、まあ、ちょっとね、ボリューミーなんですけど。おお、ボリューミーなんですけど。ほいほいほい。まあ、一応大見出しのテーマとしては理想の恋愛と相性についてと。おお、うん、理想の恋愛と相性。あ、うん、いいですね。で、込み出しで用意しているのは、まあ、好きの価値基準を相性に変えるっていうのが一つと。好きを相性に変える。それから理想のパートナー探しとは。ほうほうほう。でもう一つ、理想の、恋人探しで失敗しやすい3つの判断基準。なるほど。で最後に、デートプランニングで、相性を確かめる方法と。ああ、いいですね。デートでちゃんと分かるっていうのはいいですね。こうね、ちょっと、解説していこうかなと思います。結構ボリューミーですね。でもこれめちゃくちゃいいですね。これ今日のはね、かなり実践的な内容なんで、はい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 、まあ、今彼氏彼女がいない人とか恋愛、うまくいってない人とか、出会いがとかね、うんうん、そういう人はめっちゃ参考になる、内容だと思うんで、まあ、よく耳をかっぽじってしっかりでかっぽじってもめっちゃ聞いてくださいね、うん、本当ね、これ、ね、本当にもう超有料級ですからね。マジめちゃくちゃいいですよ。夏前だしね、うん、ぜひぜひ聞いていきましょう。まずじゃあ最初ね、好きの価値基準を相性に変えるっていうところなんですけど、はいはいはい、好きの基準、好きの価値基準、うん、まあ、好きに対する、まあ、価値基準を変えると変えるっていうのは、まあ、どういうことなのっていう話なんだけど、好きっていうのは、まあ、そもそもドキドキとかね、うんうん、胸が高鳴る苦しいとか、うんうんうん、ときめいたとか、うん、ロマンチックに酔いしれるとか、まあ、そういうことを言うんですけど、うんうんね、まあ、その高ぶってる感情のことを言ってるんですよね。あ、うん、はははははで、これだけでは恋愛の長続きっていうのはしないですよね、うんうんうん、熱しやすく冷めやすい人っていうのは特に恋愛が続かないですよね、こういう、うん、確かに。で、続かない人の、まあ、原因というのはこういうところにもあるわけですね。ああ、なるほどなるほど、うん、じゃあどうするのかっていうところで、好きを基準にするとはっていうところなんだけど、ほう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 、まあ、ドキドキとか、好みのタイプなどの基準じゃなくて、じゃなくて、うん、ほうほう、相性という価値基準にシフトすることっていう話なんだね。はあ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 、うん、で、付き合いを深めるにつれて結局幸せを感じられるのは相性の良い人であるっていうね、うんうんうん、ところが一つ分かってるわけ、うんうん、ところですね。なるほどなるほど、相性なんですね。で、うん、で、まあ、今ね、パートナーがいる人とかね、はあはあはあ、付き合い始めてから、2人の関係がスムーズに、運ばなかったり、うんうん、身の回りのことがうまくいかなくなったりね、うんうん、してたら冷静に考えていくことが、大事ですよと。ほうほうほう。で、まあ、これからね、その彼氏彼女パートナーを見つけたいっていう人は、うんうん、まあ、ぜひね、その相性っていうものをね、そのどういう基準に選んでいけばいいのかと。なるほどなるほど。どういう基準なのか知っておくとすごくいいよと。確かに確かに、いうところになってきます。はい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 。で、まあ、そのお互いが、うん、まあ、その相性がいいとかね、はい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 、うん、気が合うとかね、うんうん、いうのって、まあ、結構息が合うねとかって言うでしょ。ああ、息が合うの言いますね、うん、その息が合うっていうのは、うん、息が合うって息が合うわけですよ。ほうほうほう。どういうことかって、ほうほうほう、漢字で書いたら分かりやすいんだけど、はいはいはい、息がこの、ね、吐く息、はい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 、息が合うっていうふうに言うでしょ。はいはいはい、言います言います言います。だけど生きるの生きるが合う、息が合う。へえ。だから一緒に生きられる人ですよと言ってる。ああ、なるほどなるほど。はあ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 。そう。だから相性の良し悪しを確かめ、られずに、うまくいかない恋愛を繰り返してしまっている人っていうのは多いわけですね。はあ、うん、なるほど。ちゃんとこの相性がいい相手と付き合うと息が合うから、一緒に生き合うってことができます。生き合うと。ああ、なるほど。なるほど。そう。で、こういう、なんだろうね、こう、たまにさ、最近はまあコロナがあれだけどさ、結構さ、繁華街の街中でさ、
カップルでさ、すげえさ、喧嘩してるのとかたまに、ああ、ありますね、ありますあります、ね、なんかめっちゃなんか、ね、なんだよみたいな、まあ、あれ生きさらしをはね、生き恥をさらしてるみたいな、そういう感じになってるわけですね。なるほどなるほど、あれは相性が合ってないわけですよ。ああ、なるほどな、うん、なるほどなるほど、うん、息合ってないですね、あれはね、もう生き恥になっちゃうわけですね。そう、なるほどなるほど。で、まあ具体的に言うと、なんとなくこの人と一緒にいるといろんなことがうまくいくとか、うん、運が良くなった気がするとか、うん、うん、問題が解決したとか、気分が明るくなったとかね、そういう、まあ、現実が現れるんですね。はいはいはい、はい、うん、で、最初はそれほど好きじゃない相手でも、うん、あのいざ付き合ってみるとスムーズに物事が進み出したら、それは、まあ、理想の恋人になり得ると。おお、うん、なるほどなるほど。そうだからね、あの理想のそのなんか相手とかね、うん、理想のパートナーを見つけるって、あのこの息が合ってるかどうかなんですよ。あ、なるほど。息が合ってる、じゃあデートしました、いろいろなことに対してなんかすごく合うっていうね、うん、あ、うん、タイミングも全部合うかどうかなんですよ。はあはあはあ、うん、こういうところがすごく大事なんですよね。なるほどなるほど。逆に相性が悪い相手っていうのは、殺し合う関係になるわけですね。これ最悪ですね、うん、なんとなくこの人といると気分が落ち込むとかね、あ、好きなのに、うん、あとか、なんかいつもなんかこう予定のタイミングが合わないとか、あ、なんかデートの日はいつも雨とか、あ、うん、2人が大切な日になんかあの邪魔が入るような、なんか緊急なね、仕事が入るとかね、はあはあはあ、呼び出しが来るとかね、うん、なるほど、 なんかっていうのが違和感じゃないですけど、なんかそういうのがちょっとつきまとうじゃないですけど、うん、で問題ばかりが起こってしまうとかね、はあ、あのこういう現象が起こるわけですよ。息が合わない、なるほど、相性が合ってない人っていうのは。だからそういうところで、あのこういう人っていうのはこういう問題が起きてるところで、あ、この人もう私合ってないんだなっていうふうに判断、あのすることが結構ポイントですよと。で、たとえどんなにね好きでも、それが相性ぴったりのね相手とは、限らないと。限らないと。で、まあ、いや私はそれでも傷ついても悪くても好きな人一緒にいたいって言う人もいるんで、うん、それはあのどうぞご自由にしてくださいっていう。あ、でもたまにいらっしゃいますからね。うん、まあ、ホストとね、うん、付き合う女っていうのはね、割とねこのパターン多くて。もうあの犠牲的恋愛っていうのはねすごく多い、うん、なるほど。じゃあ理想のパートナーってどっち探すのっていうところ、ね、もう気になりますよね、うん、そこでもうどうしたらいいんですかと。まあ、なかなか最良と思える恋人とかパートナーを見つけられない人っていうのは非常に今多いと思うんですよね。いや、多いと思います。社会問題になってるようなね。いや、そうですよ。人口が別にさ、うん、あの極端に減ってるわけじゃないんだけど、うん、やっぱりまあこうコロナとね、なかなか出会えないっていうのもあるけど、いや、うん、なんか聞いたらなんか付き合ってる割合って20代だとなんか3割とか4割とからしいですよね、うん、だから全然付き合ってないとか、うん、なんか80年代ぐらいだったら結婚した割合がなんか9割ぐらいだったけども、今は全然みたいな、うん、下がってきてるっていうね、うん、なんかなんでだろうなみたいな、まあ、そういう教育の問題がありますね。なるほど。やっで、まあ、この人でいいのかとかね、自信が持てないっていう悩みが結構あるわけですね。いや、確かに、うん、でその判断基準を間違えたまま進んでしまっている人が結構多いと。あ、うん、で恋人探しっていうのは2つ の, あのこうあの入り口があるわけですね。あ、ほうほうほう、うん、で一つはその恋人にする入り口と、もう一つは結婚相手を探す入り口っていうね。あ、はい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 、うん、まあ、いろんな市場もあるんだけど、まああのパートナーっていうところに絞ってね、考えた時はこの2つがあるわけですよ。でどっちもまあ一応そのパートナーと呼ばれるものなんだけれども、うん、まあ探し方がそもそも違うわけですよ、この 2つっていうのは。あ、なるほど、うん、こう違うわけですね。そうだから、あの、まあ、そもそも入り口も違うよというところなんですよね。あ、うん、だからそれを大きい括りで考えてるとやっぱりミスるよと、うん、なるほど。だからなんだろうね、そのもうそもそもビルの入り口を間違えてるみたいなね、そういう話になっちゃう。それはまずいです。でも全然違うところついちゃいますからね。うん、で、まあ、一つがその自然な出会いから良い恋愛を、うん、プロセスを得て理想の恋人っ
ていうね、流れにしていくのと、一番いいです。まあ、結婚に特化した方法で、理想の恋人を見つけるっていうね、はあはあはあ、だからもうそのガチ的にお見合いとかね、結婚をする人同士でっていうところと、まあ、恋愛から結婚につなげていくっていうパターンとっていう、まあ、大きく分けてこの2つがあるよと。で、理想の恋人探しをする上で失敗しやすい、3つの判断基準っていうのがあるわけですね。あ、3つあるわけですね、うん、判断基準が。ほう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 。これはね、かなり陥ってしまうと思いますね。マジですか。絶対陥りたくないですよ、うん、なるほど。1つ目が、ドキドキ感。ドキドキ感、うん、テンションを一番求めているっていうね。ああ、なるほど。この状態の、なるほど、で恋愛、する人っていうのは基本的に理想を見つけづらいって言われてるんですよ。なるほど、うん、もう衝動的な感情に駆られてるので、うん、もしくはその自分の 夢見てる、なんかその結婚とか恋愛とかのそのなんかそのね、白馬の王子様が、まあ、それ近い、あ、うん、いうところがやっぱあるっていうね。なるほど、うん、だからまあ、うん、短期間で行くんだったらまあこれでもいいんだけど、うん、長期的に付き合いたいとかね、そういう人を探したいっていう人は、うん、あんまその瞬間的ドキドキ感とかで、相手を選ばない方がいいっていうところがあるんですね。そうですね、熱しやすく冷めやすいってね、さっきのやつになっちゃいますもんね、うんうん、でまあ2つ目が、好みのタイプを、一番に求めてしまうっていうね。ほう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 。これはね、どういうことかっていうと、好みのタイプをもう探し続けるってことは、これもその瞬間的な一目惚れっていうところが結構あるんですよね。もちろんそれがダメとも言わないし、それが絶対成功しないとも言わないけど、まあでもそうね、やっぱこういう昔だとなんかビビッときたみたいなね、なんか死後であるでしょ。いや、これは結構ハマっちゃうんじゃないですかね、うん、そういうのもある。でこれが運命じゃないかみたいな、ね、あ、単なるこじつけなんだけど、そう思いたいと思ってるだけで。でもこれは僕も10代20代前半の恋愛このここにすごいハマってた気がしますね、うん、もうずっと。まあ、ただ抵抗なくパッて入りやすいってところはやっぱあるので、まあ、そういう意味ではね、あの恋愛を訓練積む上ではそういうあのこのレスポンスはすごくいいかなと思うんですけどね。で3つ目が似てる人を探す人ね。いけないんですかこれは。ほうほうほう。あのねただ似てる人を探すと合うんですよ、もちろん。合いそうなイメージありますけどね。できないことが一緒になっちゃうんですよ、はいはい、なるほど。だから最初はまあいいけど、だん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 できることも一緒なんで、噛み合わせが悪くなってくるんですよね。へー、なるほど。だから共通項を持ちつつ、前に出るタイプと後ろに引っ込むタイプとか、なんだろうね、行動的な人と、要は静と動みたいなね、はあ、うん、動くタイプと、冷静にこう物事を客観的に見るタイプとっていう、こういう状態があれば全然 OK なんですよ。なるほど。それがあのもう行動性、それから、直感と直感、はあ、うん、それからなんだろうね、そういう癖が似てるとかね、特性がもう一緒っていう人すぎるのはちょっと失敗しますよと。なるほど。まず結婚まではいかないかな、まあ行ったとしても離婚する可能性は高いですね。落ち着いていけばいくほどなんかやっぱあの違和感を感じ出すんですよ。へえ、うん、そうなんですね。だから一目惚れとかね、もうドキドキしちゃった状態からね、その人が似ている人だったって、これ最悪ですね。はあ、もうあの相反するところを見つけないと厳しいですね。なるほど。補うってことができないんで、補い合うってことが。はあ、うん、これは発見ですね。似てる人は意外とダメなんですね。ダメなんじゃなくて、ね、あのだからその対極のものがある中で似てるものを持ってるのは OK。 ああ、うん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 、うん、対極のものがない人がダメなんですよ。なるほどなるほど。対極のものがない人、うん、これはね、あのリアルにあの結婚してる人をね、うんうんうん、とかその知り合いのお父さんお母さんの組み合わせを全部もう何百人って俺調べたんですよ。ほう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 。したら一人として、同じタイプで結婚してる人いなかったんですよ。そうなんですね。必ず対極なんです
はあ。っていうことが分かったんですね。へえ、面白いですね。なるほど。お父さんが頑固でお母さんも頑固、これいなかった。これ本当いなかった。なるほど。お父さんが頑固だったらお母さんはめっちゃ適当かすごい愛想がいい人か。なるほど、うん、なるほど。でお父さんがすげえ細かい人だったらお母さんはかなりあの大雑把で、お父さんがあんま喋れない人だったらお母さんがもうベラ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 してる。ああ、なるほど。もう絶対この対局の組み合わせだったんですよ、もう誰を調べても。はあ。だからそういうことなんですよ。これは科学的エビデンスとしてやっぱ立証されてるものでもある。なるほど。でもエビデンスなんだけどもリアルに調べてみたらやっぱ本当にもう一人もあの法則に反してる人はいなかったです。俺はね、俺調べた限り。いやでもリアルマーケティングですか、ね、うん、う少なくても300人以上調べてるんで、うん、だからもう間違いないかなと思います、ね。まあ、間違いない統計だと思います、うん。はあ、でもこれは結構落ちちゃいそうですね、ここはね。でも、うん、だから恋は盲目っていうのはそういうことなんですよ。なるほど、うん、なるほど、うん、いやでもね、やっぱ恋人いない人にね、どんな人タイプっていうと結構自分の似たようなとこ出す方がね、うん、結構やっぱ多いんで、もちろんそれがないと付き合えないから。ああ、うん、なるほどなるほど。でも対局のとこ入れておくっていうのはね、結構いいあの、うん、キーワードかもしれないですね、うん、本当。で、次はデートプランニングで相性を確かめると。おー、うん、デートプランニング、ここね非常に実践的で面白いですね。おお、うん、いいですね。まあ、相性をね見極める方法での一つとしてデートっていうのがやっぱあるんですね。ああ、デートね、うん、しますね。でデートすることで、ね、相手の考え方とか、うん、人柄とかね、そういうのをいろいろ見えると思うんですよね。はいはいはい、うん。で回数重ねていったりとか、いくうちに、その人を見極めていくっていうことがね、できていくわけじゃないですか。でまあそれやんないと分かんないっていうのもやっぱあるじゃないですか、うんうん。デートなしでいきなり付き合う人、結婚する人ってそんな多くない。まあそうですね、うん、ちょっと心配ですよね、うん。なのでそういったところをね、どういうふうにチェックポイントとして、ね、見ればいいのかっていう、そのほうところをちょっと、めっちゃ気になりますね。そこを知れるのでかいですね、本当。まずね、ほうほうほう、男性がそのデートの計画プランニングを、はいはいはい、する場合、してきた場合はどういうポイントを見ればいいかと。ほう、めっちゃ気になりますね。女性側の、はい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 、女性側だとしたら、はいはいはい、うん、その内容をね、どこどこ行くんだとかね、はいはいはい、ここに飯食い行くんだでも何でもいいけど、うんうん、行った時に女性陣ね、ほう、うん、それを聞いた瞬間直感的に、あ、それいいな、あ、そう行きたいなっていう気乗りしたかどうか、ちょっとこういう行為をした時に、まあ、まあいいよって、はあはあ、もうこれアウトです。あ、ダメです、ダメですね、うん、なるほどなるほど。あなたが、その気になれたら丸、うん、そこ行きたくねえなとか、微妙だなっていう、そういうちょっとストレスとかプレッシャーを感じた場合は、その男は要注意です。あ、うん、なるほど。じゃあ逆に、男性がノープランでどこも決めないで来た場合、なるほどなるほど、これどこを見ればいいのっていう、確かに確かに確かに、うん、時はあなたが、じゃあここ行きたいからここ行こうよっていう、この提案を女性側からしてみるんですよ。おお、うん、そうした時に、その男性が、あ、いいねいいね、行こう行こうよとか、あ、いいよどこでもっていう人だったら丸。おお、丸。一瞬止まって、あ、そこかってなったら、その人もう二度と会わない。相性合ってないですもん。ああ、なるほどなるほど、うん、相手の出方で、その瞬間、そのプランニングに対しての捉え方の瞬間がもう絶対的に重要。はあ、なるほど、うん、ちょっと間が空いたりしたらね、じゃあ分かりますもんね。でもね、その返答でね、うん、やっぱ「おいいね」ってなる人とね、ああ、はいはい、もう行くか、うん、みたいな感じでやっぱ分かりますもんね。なんつうかな、そのもうね、これもね、一つ言えばね、うん、例えば若くてね、うん、まだ全然いろんなとこ行ったこともない状態で、うん、あーっていう人と、もう行き尽くしてで行く、もうなんか行くとこもないから、もうまあどっちもいいよっていう感じの人では、あのやっぱり経験がないのに行ったこともないのにそこへっていう人はちょっとやばいですね。
だって行ったことないわけじゃん。確かに確かに。経験ある人だったらまだ分かるんですよ。ああ、もう行き尽くしてるとかね、うん、だったら、うん。行ってもそこ面白くないよって分かってたりするでしょ。そうやったらまだいいんだけど、確かに確かに。それもないのにも、ああっていうのは、それ結構気をつけた方がいいですね。うん。確かに。で、次が、将来への質問で相性がいいかを、見極めると。ほう、将来の質問。ほう、ほう、ほう、ほう。5年後、10年後の自分の人生考えたことありますかと。ありますか。うん。と質問してみる。お、質問してみます。ストレートですね。いいですね。そう。ほうほう。その時に、具体的にね、自分のことだけ答えてくるか、なるほど。周りのことも含めての、その未来を、語ってる人か。なるほど。ここを見極めてほしいんですよね。これは面白いですね。自分のことの仕事のことだけ、家族のことだけ、恋人のことだけ、結婚相手のことだけ、その他周りの人々や環境、まあこういったことの要素が、含まれているかどうか大事なんですよ。はあ。自分のことだけじゃなくて、家族のこと、恋人のこと、結婚相手のこと、周りの人たちの環境。うん、こういうことを含めた未来を伝えてくる人か、いや俺はこうだ、ああこうだって、だからね、こいつとこういうふうに、ね、こうやって、うん、こういうところでこういうふうに一緒にやれたらいいよねとかっていう話の人なのか、俺はこうでこうでこうだ、こうでこう、こうしてこうやって儲かりたいとかね。なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。もう 今すぐにあのバケツの水ぶっかけて、あの立ち去った方がいいですね。やばいっすね、もちろん。なるほどな。でも確かにいますからね、うん、ああろくな男じゃなさそうですね。まあここで他人のこともちゃんと考えられる器を持ってる人かどうかっていうのを測ってみると、その人の器の大きさが分かるので、器の小さい人は、すぐ逆ギレするんで、二度と会わない方がいいですよっていうね。あ、でもいいですね、見極め方ね、すごい、これは分かりやすいですね、これね、すごいいいですね。あとね、最後ね、お、最後、うん、デートで彼の金銭感覚からその相性を見ると。なるほど、大事ですね、うん、これは。で、まあまあデートってね、その男のね、金銭感覚がめっちゃ分かるんですよ。あ、でも分かりますよね、うん、うんうんうん、あのクソケチな男か。なるほどね、なるほどなるほど、クソケチな男か、あの大盤振る舞い男か。はいはいはい、まあ、でもその大盤振る舞いは見えっ張り男っていう可能性もあるんで。あ、なるほど、これね、ちょっとやっぱ気をつけなきゃいけない。なるほど、確かに、うん、これもしかしたらね、そうデートの時しか払ってくれないかもしれないしね、ちょっとね、分かんないですからね。そうそうそう、であの金がある時は払ってくれるんだけど、そうですね、金がない時払ってくれないって言って、なるほどなるほど、急に貧乏みたいになっちゃうんで。ああ、なるほど、だそれって結局あのお金をなんか、なんつうかな、まあ、ちゃんと考えてなかったけどね、ちょっと金銭感覚が狂ってるやつなんね、うんうん、だから浪費癖があるとかさ、はい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 、だ大事な時にお金がないってそれきついじゃないですか。いや、きついですよ、うん、まあ、俺ももうすげえ若い時そういう経験したから分かるけど、あ、ね、やっぱ彼女が誕生日ですとかさ、うん、ね、うん、そういう時に財布なんかさ50円しかなかったちょっときついです ね、 ね、ちょっと、あ、それもどうしようもないですね。その状態で彼女が、いや、ちょっと、あの、誕生日ここ、ご飯に行こうよ、みたいな言われたら、マジっすかみたいな。確かに。で、まあまあ、しょうがないけどさ。でも、なんかそういうのがもう分かってるわけじゃん。だったら、それまでになんとかどうやってお金を調達して、確かに確かに、その時間を一緒に過ごせるかっていうことをやっぱ考えたり、やっぱ少なからず、何かやっぱりね、喜ぶ笑顔で、あのその日を過ごしてもらいたいから、やっぱ何かね、ちょっとでもね、プレゼントね、やっぱあげたいじゃないですか、やっぱ、まあ、うん、そうですね、そういうところの感覚ってすごく重要なわけですよ。うん、うん、だからあとはね、なんだろうね、例えば彼女がこれ欲しいって言ったとしても、すかさずそれを取ってレジに持っていけさ、あ、アホな男なんですよ。まず自分の主張がないし、物事の判断が あまりうまくできない人、あ、うん、言いなりみたいになっちゃうね。あ、うん、じゃなくてまあもう全部ね、例えば、うん、109だったら上から下まで全部見た上で、あ、これがいいっていうのだと分かる、ね、あ、はい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 、はい、うん、確かに確かに、うん、
見ないできない、入っていきなくなる、あこれ欲しいっつってそればって買っちゃうと、確かに一回上がった時にめっちゃいいのあった時にもったいないじゃないですか。あ確かに、まあ、すぐだから返品はできるかもしれないけど、あちょっといい、ね、まあそういうところの冷静さみたいなものをちゃんと結構見とくといいですね。あ、うん、大事ですね。でも、うん、じゃないとその例えば結婚してね、大事な決断でこれお金払うかどうかっていう時に、あのそんな旦那だったら、あのありったけ全部金突っ込んでなんかあの馬券買っちゃうみたいな、やばいですねそういう感じのやつ危険すぎる、めっちゃ危険ですね、うんうん、だからそういうところでその人のあとお金のそのなんつうかな、あのスピーディーなスマートな出し方とかね、あ、うん、そういうところもよく見とくとめっちゃいいと思うんですよね。確かに確かに、うん、だからあの一番気をつけた方がいいのは、うん、初めてのデートの時、初めてのデートで、ね、いきなり超高級フレンチレストランに連れて行くね、男とか、これやばい。やばいっすね、すごいですね、でもね。うん、すごいな、むしろね、歌舞伎町のね、あのひょっとこ。ああ、はい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 、はい。定食屋ね。はい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 。汚ねえとこ連れてって、でも、味はマジ抜群。めちゃくちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっす。ああいうところ、に行く方がやっぱいいですよ。あ、うん、あんまり行ったことなさそうですね。2回目にそのギャップで、いやここめちゃくちゃうまいよって、ああクロスさん漏れたみたいなとこ連れてるわけですよ。やばいっすね、やばいっすよ、もう大変なことになりますね。そういうあの感じにできるかどうかっていうね。で、なるほど、その高級レストランもね、まあ本当に何回行ってんだと、まさか今回初とかないよねって。あ、確かにそれは大事ですね、うん、これ結構大事なんですよ。確かに、で初めてだと本当にうまいかどうかわかんないでしょ。確かに、うん、だからいやこれはめちゃめちゃうまいよと、うん、そういうのをやっぱ食べさせてあげるたいって思いで、そのいいとこ連れてるのはわかる。確かに、でもなんかただなんか見栄え、あこれねどちらかというと味じゃないんだよ、はいはいはい、雰囲気でその子落とそうとしてる。なるほど景色の力で落とそうとしてるね、そういうね他力的なやつなんでそこはね、あの気をつけて。なるほどな。でね、あのすでにお金持ちの人とか、はい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 、ある程度そういうお金に余裕があるとか、うん、それからあともう信用関係ね、信頼関係を築けてるそういう人であれば別に初回でも全然いいんだけど、あんまりその接点がないね、初めてのとかね、うん、そういう人に対してはそういうところの特性を見るだけで、あこいつはやべえやつだなってだからあのちょっとこう、ちょっといいとこ連れてくんでって言ったら、あの大丈夫です、お疲れ様でしたってっていう感じで終わりにすると、あの被害を食わらなくて済む。確かに確かに、いや面白いな。だってそういうタイプに限ってあのそのね高級レストラン連れてってやったんだからみたいな、こういうね、なんかね、なるほど、駆け引きをしてくるやつがいるんで、あげたんだからなんかみたいなね、うん、だから、そうなんかね、だからそういうふうに言う人いたの。いや女の子と飯食ってなんか、はいはい、いつもなんかこう、はい、僕が払ってて、なんかどうなんすかねそれってこれ、はいはい、いやお前がさそれ思うのはさ見返りがねえからでしょって、あま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 あとか、それお前に問題があるって、うん、確かに、うん、確かに、だからあのだからそれってさ、やっぱそういうモテない人ってそういう考え方なんですよ。あ俺はさ別に連れてった子がさ、はいはいはい、めっちゃ美味しいっつってめっちゃ笑顔になってくれたら、その笑顔見たいから連れてってる。あ、うんうんうん、ただそれだけ、うん、そしたら美味しくご飯食べれるから。確かに確かに、うん、だけどね、そうそれじゃなくて、それ以外に 何が欲しいんですかって確かにね、確かに、もうそんなあのクズの男確かに、うん、絶対ダメですね。そう、絶対ダメです。もうそういう男にもし出会ったら、うん、ひとまずこういう男がちょっといるんですって連絡してもらってそしたら俺は友達のね、風俗店紹介してあげるから、安く入れるじゃん。なるほどなるほど。いやね、そうですね、うん、まあ、そういうところでやっぱりこう相性がいいかどうかとか、そもそも、うん、本音のね部分はどうなのかっていうところを見極めてもらうとすごくいいんじゃないかなと。あ、いや面
面白いっすね、はい、ちょっと長くなっちゃいましたね。いやでも大事ですね、本当に。いやデートでここまで人を見抜けるっていうのはね、めちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思うので、ぜひね、まあ、今日いっぱいありましたね、本当にこう、うん、恋愛とこの相性ね、この好きの価値基準からこう相性に変えるとか、理想のパートナーシップはどう探していったらいいのかとか、で3つの判断軸があるよとか、あとデートの、ね、相性についてとかいろいろ語ってきました、語っていただきましたけども、まあ、ぜひねこういうところをしっかり頭に、うん、叩き込んだ上で今日次ね明日以降のデートにつなげてもらうと面白いんじゃないかなと思います、うん、はい、ではじゃあ続いてのコーナーいきたいと思います。悩みの駆け込みだコーナー、生き様プロファイリング。さあということでね、今日は、今日は結構ねちゃんとしたよう な, な, んかな結構長めの来ております。もう4番が俺気になってしまうどうからいきましょうか。 まず1番ぐらいから、うん、はい、じゃあまず1番からいきます。数ヶ月前に彼女と別れたのですが、別れる際にずっと相談に乗ってもらっていた女友達のことが気になってしまっています。その女友達とはもうかれこれ3年以上の付き合いで、2人でご飯に行ったり、仕事の話からプライベートの話までできて、お互い信頼関係はできています。しかしだからこそどう恋愛関係に発展させていったらいいのか分かりません。誘えば気軽に会えるし、お家に行ったりもできる仲なのですが、どうすれば男友達から恋人に変われるのでしょうか。お付き合いしたいです、アドバイスお願いしますと。友達から恋人にってやつですね。なかなかこれは僕もなんかうまくいかなかった経験があるで、こうね、どうすりゃいいんだみたいな、まあね、これはでも、もうまず簡単なのは、ほうほうほう、俺を男として見てるかっていうところをまず早く聞くことですよね。あ、聞くことですね、うん、俺を男として見れるのかっていうね。ほうほうほう、まあそれだけではね厳しいんで、はいはいはい、じゃあ男、友達じゃなく男っていうところをどういうふうに行動で見せるかっていうね、はあ、うん、だから彼女の心をそっちにシフトさせるような、うん、やっぱりアクションを、まあ、起こさなければ絶対にそうにはならない。確かに確かに、うん、それだけですよね。ああ、それだけ、うん、なるほどなるほど。だから心が動くか動かないかだよね。ああ、うん、なるほど、うん、だから友達としての付き合い方をやめる以外に方法ないですよね。ああ、なるほど、うん、なるほど。これの裏側にはそれがもしねダメだった時に友達関係も気まずくなるから嫌だなって思ってたら諦めた方がいいですね。なるほどなるほど。友達関係ももう切るっていうのを覚悟でいかないと無理ですねこれ。ああなるほど。どっちも取りたいってやつはそんな都合のいいそんな都合のいい男だったらその子は付き合わない方がいいです。ああ、うん、そういうね両方みたいな感じだから、はい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 、そいつは絶対浮気します絶対なるほどなるほどなるほど。あでも大事ですね、ここで覚悟決めてちゃんとねこう行くって、まあそれこそね、うん、あの以前からずっと来てるあの開き直るみたいなところはね大事かもしれないですね。付き合いたいんだったらもうはっきりそれをね、言わなければしょうがないでしょ。確かに、いずれにしたって言わなければ相手がさ、あ、そうですね、気づかないし、うん、ね、もしかしたら分かんないけど相手も別にいいよと思ってるかもしれない。あ、うん、まあこんぐらいの中ですからね確かに、うん、だからまあそこをね、あの友達関係は関係ないんで、もう自分がそっちのシフトに切り替わったんであればそのモードで行く以外に方法ないですね。ああなるほど。もうねうだうだしないでさっさと行くことですね。さっさと行くこと、うん、なるほど。ゆうちゃんのこと言ってると彼氏できたんだよねとか言われるんだよそれが一番寒いパターン。確かにそれはきついですね確かに確かに、まあ、結構あるあるなんでこれ。ああなるほどなるほど、まあいいですねっていうところですね。いやもう本当に確かにそれだけね仲良くできるいい人だったらね、うん、もうあのやっぱいろんなところからね告白されたりすると思うんで、うん、もう早く行きましょう本当ねっていうところでございます。さあじゃあでは、じゃあ次はどうしましょうか。2番次で、あ次で、はい、では行きたいと思います。もうかれこれ1年ぐらい結婚相談所に登録をして婚活をしている34歳女性です。最近もう私にはいい結婚ができないんじゃないかと、なかなかいい人と出会えず婚活疲れで少し、休もうと思っています。いいなと思う人に出会っても関係が続かなかったり、マッチングアプリで出会った人は結婚を考えていない軽い感じの人が多く、もうどうしていいか分かりません。成婚するために何かアドバイスいただけましたら幸いですという感じで、ちょっと疲れちゃってる感じですかね。まあよく言いますよね、はい、こういう人ね。まあね、結婚相談所のね、その面倒見てくれてる人にちょっと力がないっていう可能性もあるし、うん、ちょっと分かんないけどね。なるほど、可能性の問題だよね。あとは、うん、まあその人自身がね、あのもうなんか疲れちゃいましたって言ってる状況で恋愛は多分できないんですよ。
確かに、うん、確かに、だから確かにまず確かにこれ逆張り心理で逆張り心理来ました、うん、はいはいはい、結婚したいんだったら結婚するのをやめるってことですね。はあ、はあ、はあ、なるほど。結婚したければ、はあ、婚活やめろって話だね。婚活をやめろ、うん、はあ、なるほど。婚活をするよりもあなたが夢中になれるものを見つけて、はい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 、でそこで、すごく自分が輝く場所を探した方がいいですね。自分が輝く場所を探す、 その状態じゃないと魅力的に感じないんですよ、人は。確かに確かに、うん、確かに確かに。なんかね、もう疲れ切ってこんなになってたりとかさ、白髪混じってて、おい生活感出ちゃってたみたいな。なるほど、ちょっとね、結構パンチ切っちゃってきついんです。あ確かに。そういうところをやっぱり一回正規を養うっていうかね。ああ、うん、大事ですね、めっちゃ、うん、なんかね、そのもうね、もう諦めモード、自信ないモード、うだうだモードの女を好きになる男ってまずいないんですよ。ああ、まあ確かに。それよりもさ、なんか自分がなんか好きなことをさ、楽しみながらやってるとか、ね、自分の仕事とかね、うん、何でもいいですよ、自分の仕事でもバイトでも、うん、取り組んでることね、すごく一生懸命にやってると、その一生懸命さがすごく、あ、すごくいいなとか、すごく可愛いなとかってやっぱ男って思うもんですよね。確かに、うん、確かに。なんかそんな一生懸命やってる人をなんかもっとなんかプラスの何かを与えてあげたいなって思うのが男なんですよ、うんうん、守ってあげたいなとかね。だから結婚したいですけど、求めてるやつに与えたいと思わないですよ、男は。なるほど、求めてないから与えたくなるんですよ。はあ、はあはあはあ、そういうもんなんですよ。確かに、これは男にね、こういう話するとね、あ、分かります、それってみんな言うから。めっちゃ分かりますね、確かに、うん、確かに。そのエルメスのホワイトゴールドのなんかバングル欲しいって言われたら、てめえで返したら、てめえで返って俺言ったことあるね、キャバ嬢に。意味わかんねえしって。で、俺がさ、欲しくもないなんかサングラス、2枚のサングラスを送ってきて、それで、私にちょっとなんか8万いくらの、なんか、エルメスの、何をでもかけた方がいいですかって、あなた誰ですかって。やばいっすね、そんな人もいるんですね。そうだから、すげえな、そういう自分をね、一旦そのもう、一生懸命頑張ってね、結果出ないんであれば違う方法をやっぱり考えましょう。あ、大事ですね。せめてダメなら引いてみなっていうかね。あ、うん、なるほどなるほど。婚活をしないで、うん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 、他のことに生き生きできる自分を作れば、そこで何か変わる可能性ある、うん、なるほど、うん、っていうところを一回やってみたらいいんじゃないかなと思うんですね。でも本当にそれはでもおっしゃる通りですね、本当にすごく、まあ、疲れたんだったらね、休んでいいタイミングだと思うんで、うんうん、それはすごくいいアドバイスだと思います。ね、ぜひね、違うところでちょっと一回ね、夢中になれるものを探してみてもらえたらなと思います。4番いきます。はい、4番いきましょう。はい、ではいきます。こんな相談していいのか分かりませんが、もしよかったらお願いします。彼女と付き合って3年以上経つのですが、セックスの時に彼女を行かせられたことがありません。彼女はスキンシップが大事と言ってくれますが、前に聞いた時は本当はもっと気持ちよくなりたいと言っていました。どういうふうにすれば技術は向上しますでしょうか。 AV 男優さんや女優さんの本も読んで試してみたのですが、うまくいっていません。何かアドバイスいただけましたら幸いです、うん、というところですね。まあちょっと性の話はなかなかね、うん、こう誰に聞いたらいいか分かんないっていうので、まあ、本も読んでね、一生懸命こう頑張ってると、うん、まあ本ね、難しいよね、本ってね。確かに、うん、この人ね、ほう、ちょっとまあ AV 男優のね、その今レジェンドの田淵さんっていう、おー、はい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 、はい、めっちゃ仲いいんですよ。おお、タブ知識伝授してあげますよ。マジっすか、タブ知識メソッドになってますから。俺沖縄にタブチさん連れてて、はいはいはい、セミナー等でありますから。マジっすか、やば。歌舞伎町のルノワールの会議室で15人男限定で集めて、はいはい、シークレットタブチ講座とやったことあります。マジっすか。タブ知識はね、結構すごいですよ。へえ。だからまあテクニックの問題だけでもないんだよね、これね。あ、うん、もちろんテクニック、もうこれね、テクニックっていうよりはね、もう田淵流でいくとテクニックじゃないです、これ。あ、違うんすか。骨の使い方なんですよ。何ですか、それは。骨なんですか。骨の使い方です、体の使い方が重要なんです。じゃあ、なるほど、うん、なる
るほど。だから多分例えば一つのテクニック論で言うと、あなたは手の使い方がね、はいはいはい、多分こういう使い方をしてます、おそらく。ほう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 。タブ知識はこっちです。こっち。こっちです。なるほど、全然違いますね。違う違う違う。へえ、うん。まあそういうところもあるけれど、あとはなんかね、もうメンタル的にね、はいはいはい、自分はなんか彼女を満足させられないっていうマインドセット入っちゃってるんですよね。ああ、なるほど。もうそれがね、もうちょっとマインドを変える必要があるんだから。なるほど。そのマインドだと結構厳しいと思うんですよ。なるほど。うん。だからまあやる前にね、ちょっとタブ知識の絶倫スクワットっていうのを結構ちょっとやった方がいいかもしれないですけど。なんすかそれ、マジやばいですね。そう、なるほどなるほど。まあそれ結構効果高いんで。で、あとはね、やっぱり心の問題の方が強いと思うね、これはね。ああ、うん、なるほどなるほど。だから萎えやすくなるというかね、はい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 、そういう感覚で自信を失っちゃってるので。だからそこはね、あんまりこうどうしたらいいかって考えない方がいいですね。ああ、逆に考えずに、うん、そう考えない方がいい。うまくやろうと思わない方がいい。なるほどなるほど、うん、まあこれもね、数稽古が必要なんですよ、最終的には。なるほど。うん、だからね、数やっていくうちにだん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 上手くなっていくし、あ、まあ、彼女の一番いいと思うところを探し当てることもできるし。なるほどなるほど。まあ、厳密にはタブ知的には、タブ知識的にはね、このポイントを、つくともう一発っていうのあるんだけど。へえ、すごいっすね。はははは。まあでもあんまりそういうね、テクニックに走んない方がいいですね。ああ、うんうんうん、ちゃんとメンタルね。だからまずはそう、そういうところからっていうところをね、しっかりと、なんかこう考えていくといいと思います。なるほどなるほど。っていうところですかね。でもいいっすね。なんかこうね、うん、テクニックってまず自分のね、考え方とかね、ちゃんとマインドとかをちゃんと整えて、うん、いや、絶倫スクワットってやばいっすよ。うん、でもいいですね。まあぜひね、ちょっとね、そういうところをね、しっかり見てもらえたらなと思います。うん、さあ、ではじゃあラストのコーナー行きたいと思います。しくじりワンポイントアドバイス。さあ、ということでね、まあ今日もいろいろありましたけれども、まあ最後こうワンポイントアドバイスというところでいただけたらと思います。うん、で結局俺が何が言いたいのかっていうと、まあ、恋愛パートナーシップっていうのは好きだけでは難しいと。好きだけでは難しい、うん、相性の確かめ方を知っとけと。あ、いうことで以上ということになりますね。相性ね、ちゃんとね、分かんないとまずいよと、うん、いや大事ですね。なんとなく相性いいかな悪いかなじゃなくて、相性の確かめ方を知っとけってことなんだ。確かめ方、どのポイントを見れば相性がいいか悪いかっていうところを知ってるか知ってないかでだいぶ違うよってこと。なるほど。そういうことですね。はい、変な地雷踏んじゃってもね、やっぱ困っちゃいますからね、ほんと。いやー、でもいいですね。本当にめちゃくちゃ分かりやすいというか、なんか、いやー、僕もこれを早くね、10代とか20代前半に聞いてれば、なんか本当にミスなかったなっていうのが、なんかいっぱいありますね、本当に。ね、いやー、本当に、これは本当まさに義務教育で、やったらもっともっとこう、結婚率が上がったりとか、うん、ね、ちょっと幸せな恋愛できる方が増えていくんじゃないかなと。思いますね、本当に。いや、いいですね、ありがとうございました。はい、はい、ということでですね、来週はですね、来週もまたやります。来週は、6月の26日ですね、土曜日夜9時からですね、うん、また放送いたします。鳥越あずりでね、やりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。来週はしくじり列伝というところでやっていきたいと思います。しくじり列伝、まあね、結構ね、もうこの回もいろいろありますけども、結構面白いんでね、ぜひここら辺もまた見ていただけたらと思います。で、なんかね、質問とか、また相談とか、生き様プロファイリングとかでまたやりますので、まあ、ぜひね、あなたのしくじり体験とか、私とか、バンさんの方にね、送っていただけたらと思います。うん、はい、ということでですね、ラスト1分ぐらいですかね。ちょっとそろそろね、なんかいろんな面白いゲストとかね、呼びたいなと、ね、あ、そうですね、思ってはいるんですよね。で、なんかまあ、まあ、ちょっとコロナのね、状況もちょっとあるからさ、ちょっと何とも言えないんだけど、あ、そうですね、もう実際やっぱ声かけて OK もらってる人やっぱいるわけですよ、はいはいはい、有名な人ね、はいはいはい、でそういうちょっとね、プロレスラーとか、お、K-1 の選手とか、お、もう出演 OK もらってるんですよ。おお、めっちゃ楽しみですね。そう、そういう人たちちょっと呼びたいなとはね、思ってるんでね、はいはいはい、ちょっとまた乞うご期待ということで、はい、めちゃくちゃ楽しみですね。いや、ということでね、
まあこう6月7月8月とね、まあ、これからどんどん暑くなっていきますけれども、ちょっと僕の周りでもねちょっとコロナの人がね出ちゃったりとかしているので、まあ、ちょっとね、まあ、あの気をつけていただけたらなと思いますので、まあ、緊急事態宣言は明日で明けますが、ちょっとね皆さんも体調にお気をつけて、また来週元気な姿でお会いできたらと思います、はい、それではまた来週もお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。ありがとうございます。